Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tone. 20世紀ロックへようこそ。今日は80年代の新興メタルシーンが勢いを失い始めていた1987年、ガンズ&ローゼズのデビューに先駆け、王道ハードロック復権ののろしを上げたホワイトスネークの大傑作アルバム、白蛇の紋章、サーペンス・アルバスについて全曲トークを刊行しようと思うんだけど、このアルバム、アメリカでのタイトルはズバリホワイトスネークってことで、自信と誇りのバンド名勝負だったり、ヨーロッパ圏でのタイトルはシンプルに1987って、リリース年だったりするから、言ってみりゃホワイトスネークなうって感じだと思うのね。でそもそも日本語のタイトルになってるサーペンスアルバスっていうのもこれラテン語でホワイトスネークってことらしいので、つまり通算8枚目のアルバムだったりするんだけど、ここに来てその改めてホワイトスネークって名前を世界に知らしめるぜってな意気込みが感じられると。でそうだな、個別の楽曲に触れる前に最低限のスペックをおさらいしておくと、このホワイトスネークってバンドはディープパープルの3代目ボーカリスト、代表曲の一つバーンを歌ってたデビッド・カバデールが脱退後にリリースしたソロアルバムのレコーディングから発展したみたいな経緯があったり、とにかくメンバーが流動的だったりってことで、どちらかというとバンドっていうよりアルバムごとのプロジェクトみたいなニュアンスだったりもするんだけど、でもこのアルバムの布陣、そのギタージョン・サイクス、ベースニール・マーレ、ドラムエインズレーダンバーの3人っていうのは、もういわゆるレコーディングセッションなんてレベルは軽く超えた鉄壁のバンドアンサンブルを繰り広げてて、もうほんと歴史に残る名演をバチッと刻み込んでると。なんだけどレコーディング終了後に全員が解雇されてて、当時 MTV でバンバン流れてた PV には撮影用に招集されたメンバーが出演してたりするっていう、その後撮影メンバーでツアーを回ることにはなるんですけど、でちょっと前置きが長くなっちゃったけど、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってのはスタンスで、時代や国境を超えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、1987年にホワイトスネークが打ち立てた王道ハードロック最後の金字塔ともいえるサーペンスアルバスの収録楽曲をチェックしてみようぞ。アルバムのオープニングを飾るのはもうこれ一曲で、やっぱ俺ハードロック好きだわって、そんな気持ちを再確認させてくれる豪快かつ完成度の高い楽曲、クライングインザレイン。これ実はこのアルバムのための書き下ろしではなく、1982年のセインツ&シナーズってアルバムに収録されてた曲のリメイクだったりすると。で基本的なアレンジはオリジナルとほぼ一緒なんだけど、でも迫力がまるで違くて、そうだね、改めてこの音で世界に進化を問いたいって、そんな感じだったのかも。つかほんとこれ一曲で、今度このホワイトスネークは一味違うぜって、そのハードロックの完成形っていうか、言ってみりゃ究極のハードロックを見せつけてやんよって、そういう気概みたいなものが音に宿ってると思うんですよ。それってもうドア玉の一節で勝負あったってくらいの素晴らしい歌いっぷりっていうか、シンガーのデビッド・カバデールはもともと歌の上手い人なんだけど、でもちょっと以前の作品とはレベルが違う。もしかしたら世間で言われてる通り、レッド・ゼッペリンのロバート・プラントに歌い方を寄せたことが功を奏したのかもだけど、でも仮にそうだとしても理屈抜きでめちゃめちゃかっこいいし、間違いなく1987年時点のパフォーマンスで比べたら世界一なんじゃないかって、ちょっと本気でそう思うくらいの歌唱を披露してると。であと忘れちゃいけないのがズバリジョン・サイクスのギタープレイで、もうほんとねばっこいリフも流麗なソロも、こういうギターが聴きたかったぜっていうハードロック好きのための王道ギターサウンドを響かせてる。つかも間違いなくこのアルバムの最大の功労者はジョン・サイクスだと思うんですよ。マジ音作りから学び直したいくらいかっこいいギターサウンドを堪能できちゃうし、なのでこのアルバム聴いたことないよって人は試しに頭からこのクライング・イン・ザ・レインから聴くのが正解な気がします。つか確実度肝抜かれると思うんで、ちょっと身構えて臨んでいただけたらと思います。2曲目はめちゃめちゃアグレッシブっていうか、アップテンポで暴れ回るぜってタイプの曲、バッドボーイズ。これはもうとにかくジョン・サイクスの変幻自在のギタープレイが最高で、もうイントロからドライブ感抜群なんですけど、いわゆる歌版っていう枠は軽く超えてて、そうだね、 A メロの裏、 B メロの裏、サビの裏でそれぞれ特徴的なプレイを決めまくってると。ランディ・ローズとかバンヘイレンが得意な歌メロの間を縫ってアドリブっぽいフレーズをぶっこんでいくタイプではなく、もっとこうきっちりアレンジされてる感じなんで、むしろこういうギターパートこそコピーしたら楽しいだろうなって、マジ今更ながらトライしてみようかなって思ってたりもしますけど、つかこの曲はリズム帯もパワフルというか、ほんと一枚岩の豪快なバンドサウンドって感じなんで、例えるなら戦車がハイウェイを爆走してるみたいな、その重さを感じさせながらの疾走感というものを堪能できたりするのね。つか他の曲に比べてちょっと若作りって気もするかもなんだけど、でもこれ決して若造には鳴らせない音だったりするので、なんだろう、やたらと演奏がうまい大人版バッドボーイズロックみたいなニュアンスを楽しんでいただけるのではって、そんな感じです。
3曲目はこのアルバムからのファーストシングルで、当時俺が PV を見た瞬間に何これかっけーってなった曲、 Still of the Night。 これ今の耳にどう聞こえるのかっていうのも気になるところではあるけれど、そのリリース当時1987年の音楽シーンを鑑みると完全に時代錯誤っていうか、マジでオールドタイプすぎる。なんなら70年代初頭って感じのコテコテなハードロックだったりするのね。つうか聞けばわかる話だから先に言っておくと、ズバリレッド・ゼペリンのブラックドッグって曲をトレースしてるのは確実で、ただそんな曲をテンションマックスで演奏するバンドなんて当時はいなかったわけだから、逆にめちゃめちゃ新鮮だったし、まさに王道ハードロック復権って感じだったっていう。つかシンガーのデビット・カバデールの歌い方とかも露骨にロバート・プラントごっこみたいになってたりするから、それこそ本家からデビット・カバーバージョンなんて揶揄されたり、まあそれなりに物議を醸し出しちゃってたりもするんだけど、でも同時期のロバート・プラントのソロ作とかジミー・ペイジがやってたファームってバンドと比べたら全然こっちが正統派っていうか、なんならゼッペリンイズムの後継者はかつてのメンバーではなくデビット・カバデールってことでいいんじゃねって個人的には思ってたりもします。つか A 面の3曲目っていうのはちょっと半端な位置な気もするけど、でも間違いなくこの曲がこのアルバムのハイライトだし、主曲の1曲を選べって言われたら迷わずこれなんですよ。なので試しに1曲って場合にはこの Still of the Night でお願いします。A 面のラストはもしかしたらホワイトスネークで一番有名な曲かもしれない、 Here I Go Again。 これキーボード主体のギョギョしいバラードなのかなって思ってると、サビでバシッとタイトのハードロックに切り替わるっていう、まあぶっちゃけ産業ロック集は否めないんですけど、でもそれってハイクオリティってことでもあるので必ずしも否定的に捉えるものでもないのかなと。つかこの曲リアルに全米チャート1位になってるわけですよ。あのマイケル・ジャクソンとかホイットニー・ヒューストンとかが幅を利かせてた時代にね、それ単純に異業レベルですごいことだと思うし、なんならこの曲もリメイクっていうか1曲目のクライング・イン・ザ・レインと同じで、もともとはセインツ&シナーズに収録されてたっていう。こうなるともう執念、その時代に対する復讐を感じるというか、とにかく絶対的な自信があったんだろうなと。じゃなきゃリメイクして再収録なんて普通はしないじゃないですか。まあ、正直 A メロは若干退屈気味だったりしますけど、でもサビはめちゃめちゃキャッチーだし、バンドサウンドもビシビシくるし、何しろ堂々とした歌いっぷり鳴らしっぷりっていうのが無条件で気持ちいいっていう、もうここまでやられちゃったら理屈抜きで楽しむのが正解だと思うんですよね。あ、ちなみにギターソロの音色というか雰囲気がこの曲だけあからさまに違うんだけど、これ弾いてるのはネザーランドの神話ことエイドリアン・バンデンバーグで、もしかするとこの曲のレコーディングの時点ですでにジョン・サイクスは解雇されてたのかもっていう、まあ、全ては結果オーライなんですけどね。ひっくり返すと B 面はこれまた王道ハードロックとしか言いようがない、豪快にドライブする8ビート楽曲 Give Me All Your Love でスタートするんだけど、ぶっちゃけこの曲で最も評価したいのはエインズレイ・ダンバーのドラムで、あの至ってシンプルなバックビートを強調したロックンロールって感じなんだけど、まあパワフルっていうか、ほんと叩きつけてるみたいなリズムが魂に響くっていう、つかめちゃめちゃ気持ちよかったりすると。あと楽曲自体がストレートだからあえてなのかもだけど、ギターソロがトリッキーっていうか、こうアームとか駆使してる感じで、それもねアクセントなんてレベルじゃなくこの曲ならではの魅力の一つになってるって言えると思います。つかレコードっていうかアルバムってさ、 A 面の完成度が高ければ高いほど B 面に期待しなくなる傾向っていうのが俺の中にあって、しかもこのアルバムの A 面ってマジでゼッペリンの4枚目くらいのズバ抜けた充実度だと思ってたりするのね。なんだけど B 面の頭はこの曲だって知ってるから、今もちゃんとワクワクしてそそくさとひっくり返すっていう、そういうなんだろう全体の構成というか曲順的にもよくできたアルバムだなって思いますね。次はシングルカットもされた Is This Love ってバラード曲なんですけど、あの俺の感覚で言うと明らかに浮いてるというか、別にバラードが嫌とかじゃないんだけど、でもこう隙間というか空間を生かしたアレンジだったりエフェクト型の音作りだったり、マジブライアン・フェリーにでもなろうとしてるんじゃないかっていうムードたっぷりなラブソングだったりするからね。ただこの曲チャートアクション的には大きなトリガーになったっていうか、あの A 面ラストの Here I Go Again はさっきも言ったように全米1位に輝いてるわけだけど、何気にこの曲も最高位は2位だったりするのね。しかもおこぼれとかじゃなく、なんならこっちが先に2位まで到達して自作の爆発的ヒットを誘引したっていう、まあ、当時のトレンドとしてハードロックとかメタル勢のバラード曲がチャートの上位に君臨するってことは決して珍しいことではなかったんだけどね。でもその枠を狙ってきっちりシングルカットしたんだとしたら、ほんとしてやったりって感じだったと思うんですよね。あのそもそもこのアルバムってワールドワイドのセールスを獲得するっていうのが明確な目的だったらしいので、うん、そういう意味でも大成功なんですよね。
まだまだ行くぜってことで、次は再びエンジン全開、アクセルベタ踏みって感じの曲、チルドレンオブザナイト。これはもうドライブ感優先っていうか、シンプルなギターリフに直線的な8ビート、もうそれをひたすら豪快にプレイするっていう、ほんと頭空っぽにして騒げーって感じのライブファーストな楽曲ですね。もちろん部屋で聴いてもテンション上がりまくるし、なんなら運転中に聴くのとかは危険かもってレベルだったりすると。ちなみに歌詞カードを見なくても聞き取れるレベルで、ボーイズはバックインタウンってフレーズが出てくるんだけど、それってギターのジョン・サイクスが在籍してたシンディジーの有名曲だし、おそらく偶然ではなくわざとだと思うのね。でそういう意味では A 面2曲目のバッドボーイズって曲にもブラックシープオンザファミリーってフレーズが出てきて、それってデビッド・カバデールの盟友リッチ・ブラックモアがディープパープルを辞めた時の、というかレインボー結成のきっかけになった曲だったりもするから、意外と歌詞にも遊び心っていうか、他にもいろいろ潜んでるのかもしれないですよね。アップテンポをもう一発ってことで、ラス前に配置されてるのがとびきりポップなストレートフォーザハートって曲。これも前のめりな8ビートのいわゆる縦乗りな曲なんだけど、もうイントロからして華やかだし、サビなんてご唱和くださいって感じだし、まあ、ライブで浴びたらノックアウト必至なのは間違いないと。ただあまりにもパーティーロックって感じっつうか、なんだろう、サミー・ヘイガー期のバンヘイレンとかボンジョビみたいな陽気で明るいアメリカ州が漂ってくるから、ふとね、あれホワイトスネークってこういうバンドだっけってちょっと疑問に思っちゃうっていう、まあありかなしかで言ったらありだし、ちっちゃいことは気にすんなっていうだけの説得力を備えた隙のない楽曲だったりしますけどね。アルバムを締めくくるのはある意味王道のラストナンバーって言えるかもしれない、 Don't Turn Away って曲。もうわざとらしいほどスケールの大きいパワーバラードって感じなんですけど、これがラストにバッチリハマってるっていうか、ほんとベッタベタな三拍子もプンプンなんだけど、どういうわけだか嘘みたいに受け入れられるっていう、まあ単純にハードロック前とした威風堂々なプレイだし、そもそもこのアルバム自体が目新しさで勝負っていうより、王道の復権、その誰もが車に構えて意図的に避けてたようなコテコテ路線を全力でって感じだから、むしろ清々しいんですよね。そうだね、この曲を聴き終える頃には毎回ほんとよくできたアルバムだなって素直に思うし、何しろ満足度が高いからごちそうさまって気分になるっていう、マジ70年代のいわゆる歴史的な名盤と比べても全く引けを取らない大傑作なんで、ちゃんと聴いたことないよって人は試しにチェックしていただけたらと思います。今日はあくまでアルバムに刻まれた音についての話に終始しようと思ってたんだけど、最後に PV メンバーっていうか PV の撮影用に新たに集められたビジュアル担当に触れておきたいんだけど、なんつって全然ビジュアル担当ってわけではなくて、いやルックスで選んだに違いないってくらいにみんなかっこいいんだけど、でもその80年代初頭にヘビーメタルの洗礼を受けてる世代にとっては夢のラインナップというか、ちょっとしたスーパーバンドに見えるっていう。そもそもツインギターが2人とも主役級で、1人はエイドリアン・バンデンバーグって、自身の名を冠したバンデンバーグのギタリストとして第一線で活躍してた人だったり、もう一人はビビアン・キャンベルって、ロニー・ジェームス・ディオに見出されてディオの右腕として名を馳せた人だったり、ベースのルディ・サーゾはクワイエット・ライオットで全米ナンバーワンに上り詰めてたりもするし、ドラムのトミー・アルドリッチはオジー・オズボンのバーク・アット・ザ・ムーンで叩いてたりって、まあそれぞれにそうそうたるキャリアを持ってるんだけど、でもこのアルバムからのシングル曲って MTV での露出がマジ半端なかったから、意外と誰にとってもホワイトスネークに参加っていうのがキャリアの大きい部分を占めてるのかもって、そんな気もするんですよね。実際ツアーはこの PV メンバーで回ってるわけだしね。つかリスナーの感覚値としても、このスタープレイヤーたちが結集してレコーディングした世紀の大傑作みたいに勘違いしてる人もいると思うんですよ。まあだからこそこのアルバムの功労者はギタリストのジョン・サイクスなんだってことは声を大にして主張しておきたいし、ちゃんと覚えておいてって思ってたりします。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。